どうなんだろう。もう完全に屋根は崩れてるね。すごい苔が。元は行くかな。栗とか出てそう。椅子？灰皿？椅子っぽくない？あーでも絨毯取るとあれか。わからないな、なんだか。でもわざわざ椅子にかける必要ない。うん。ま、待てていいからな。でも近くで見るとでかいな。火災保険号。日産ファイアパトロール。よいしょ。放水口と書いてあるな。ああ、運転席がぺっちゃんこだ。もうスピードメーターが何にも見えない。山下の家具。もっとこれ家具屋か。これ店があったのかな。あ、山下の家具。昔長岡にもあったんだよ。今お立ちになってるとこ。あ、あれが山下の家具だったんだよ。ここ？え？いや同じ山下の家具。あ、ここも。え、ここで家具屋さんだったのかな昔。わからないけど、もはや、うん、車は50年前だし。ここにも潰れた小屋があるな。ぺっちゃんこだ。腰に響くぜ。よいしょ。
だこういうところの振りが出てたりするから踏むと大怪我するよ、うん、しかも傷口が病気になるっていう。これ待ってるか？うん。よいしょ。上も下も危ねえからな。暗いし。ポンプ車の名残があるな。